ゲームを始めた時に決まる初期セットは、全部で3種類。その3種類の中で一番きついと言われる、バッカラセットを紹介するね。行くぞー。という結果になりました。ほとんどのポジション、ダメじゃねえか。っていうかね、動画を作ってて、改めて思ったけど、マジできついね、バッカラセット。穴が多すぎて困っちゃうぜ。特にダブルボランチとフォワード、右サイドが深刻なレベルで弱いね。ゲームが始まったら、真っ先にトールかプロコロフ、キクかカンチャナを雇うのをおすすめするよ。もちろんアルチューも正解だね。早めに補強しないと、J1 昇格が遠くなるよ。そんじゃ今回はここまで。残りの2セットも、そのうちやりますね。ご視聴ありがとうございました。じゃあの。